神バニラ様の魅力アップラジオバニラジ。この番組はラジ友の提供でお送りします。皆さんボンジュー、私はベルサイユから来たカスタムドールバニラです。この番組は女性の味方のバニラがみんなに美の秘訣をお伝えする番組です。いやマニアさん2ヶ月ぶりですよ。2ヶ月ぶりだ。ちょっと ね先月ね、いろんな事情が、まあ、私の方がスケジュールね調整できなくてね、ね、ちょっと寂しかった感じがあります、まあね、させていただきましたけど、今回ね気を取り直してということで、はい、まあ、誠に申し訳ございませんでしたということですね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。だいぶ寒くなってきましたね。11月、うんうん、寒い、うん、もうヒートテックですよ。おお、うん、何枚ぐらい着られてるんですか。ヒートテック、はい、ヒートテックってそんな何枚も着るの。あ、僕の知り合いで結構あのガリガリな人みたいなあはヒートテック3枚着たりとか、そうなんだ、そういう方もいらっしゃったり、とりあえず今日は薄いの1枚で1枚ですなんか極暖だとね結構2枚分ぐらいある厚さのやつ で、ね、なんかもっと寒い時はそっちだけど、まあいっかなみたいな、もうニットだし冬っぽい感じですよね。11月、まあ、日本的な感じで言うとね、まあ、コロナウイルスの情勢もありますけど、うん、文化祭とかそういう季節ですけど、うん、なんかそういう思い出とかってあります。うん、文化祭って言ったら私も高校1年生の時が一番なんか覚えてて、はい、うん、なんかやっぱ初めての文化祭だったし、なんかねクラスで、まあ、何をやるかみたいな決めるやつもなんか自分が提案したやつになったし、何やられたんですか。ね、風船風船あの作るやつ、あ、犬とかバルーンアート、あ、バルーンアート、ね、そうそうそう、バルーン屋さんやってみたくて、そう、なんかいろいろワンちゃん作ったりとか、ハートにして首からかけたりとか可愛いやつ、あ、いいですね。そうそうそう、結構なんか リーダー的な感じだったんですか学校。いやそんなリーダーとかじゃないけど、はい、提案とかするの好きだった。あ、結構それはもう本当に今でも全く変わらないっていう感じですよね。そうしたらね、うん、多分リーダーとかにもなんないけど、いろいろ提案する人みたいなこれやったら面白いんじゃないみたいなのする人って感じする。え、今でもですか。今でもだってご自身で YouTube やられたりとかでそういう企画とかねされてるわけですから、やっぱ変わんないのかなというか、生み出すっていう意味ではですね、ちょっとリーダーっぽくなってきたかもしれない昔よりは。素晴らしいですはい、で11月結構なんか記念日があるみたいで、いい何々の日みたいなのがたくさんあって、全部いいだよね。そうなんで す。なんでまあね、幸せな月とも言えるかもしれないですけど、例えば11月4日とかいい推しの日とか、へえ、いい推しの日なんだ。うん、知らなかった。最近できたのかな。あ、最近どんどん増えてるみたいですね。いっぱいある。いや、そうなんですよ。アリンコのいいロールケーキの日って何。ちょっとこれよくわかんない。意味がわかんない。どういうこと？ですよね、わかんない。アリンコ食べるの？アリンコのいい。じゃあこれはあの検索していただいてという感じですね。ちょっと怖い。うん、あと、例えばいいお肌の日とかね。いいお肌の日。うん、かっていうのが。今日は？今日はあのいい夫婦の日。今日いい夫婦の日の。今日。ああ、配信日は、はい、いい夫婦の日。うん、それは昔から聞いたことあるな。そうですね。うん、まあね、あの収録日の今日は18日なんで、いい家の日。今日いい家の日。はい、家がいい感じなんで。そうそうらしいですよ。いや、もう今日全然良くなかったけどな。あ、なんかありましたか。いや、家っていうか、なんかね、急にドライヤー壊れて。はい。なんか本当にいろいろ重なりすぎなんだけど、なんか今波打ってる感じで、はい、みたいな、あ、これもう壊れるやつだみたいな、怖い、明日どうなるんだろうみたいな。じゃ今日は無事一応なんとかいつもの倍ぐらい時間をかけて髪の毛を乾かして、私結構髪の毛長いんで、ドライヤーだけでもすごい時間かかるんですよ、全部地毛で。だからね、なんか適当なやつも使いたくないし、ちゃんとこだわったドライヤーを使わないと。そうですね、私はそう、なんかナノとかのなんかすごい水分多めな感じのやつじゃないと使いたくないし、はい、みたいな、大変。あの毛先とあの、まあ、色が違うじゃないですか。そう、今グラデになって、はい、それ
あのなんかピンク系の髪の時ってあの、うん、紫シャンプーだったりとか、うん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 、そういうの使うイメージあるんですけど、うん、なんか使い分けてるんですか？いや、なんか一応、はい、あの紫シャンプーとかピンクシャンプー持ってるけど、うんうん、使わずに今回はこの色落ちを楽しみたくって、うん、あえて最初に濃いめに入れてもらったりとかして。上級者ですね。そう、楽しんでる。逆にそんなずっと同じ色じゃなくてもよくないって思って、逆に。確かに。え、なんか飽きるから、私飽き性だから、はい、だからコロコロ色も変えるわけだし、はい、もう次やる色も決めてるんですよ、来週染めるんですけど。これは皆さんあのインスタグラムとかで楽しみにしてください。楽しみにしててください。いう、ね、そうだから本当はこれ毛先、はい、今はもうピンクみちょっとある感じの紫なんだけど、はい、最初下この青を入れてたんですよ。あの紫じゃなくて青を入れて、でも青って入んないから私の髪色じゃ、はい、だから青紫になるように計算して青を入れてもらってたんですよ。で上は最初はこの下みたいなピンクっぽい紫を入れてたんです。上と下で分けてて、で上はもう取れちゃって普通の茶色になって、下が逆にピンクっぽい紫になったみたいな。もうなんかこう時間とともに変わっていくのがまた楽しいなと思って。なるほど、素晴らしいです。そうなんです、はい、ありがとうございます、はい、それではバニラジ20回スタート。美の神バニラ様の魅力アップラジオ、バニラジ。この番組はラジ友の提供でお送りします。バニトーク。こちらのコーナーはバニラがテーマトークを行います。すごいなんかシンプル、はい、もうシンプルですなんかテーマシンプル、テーマっていうかタイトル、そうですね、うん、珍しく今回はひねってない手抜きみたいに言わないでくださいよなんかあれみたいな今回どうした、はい、ではもうあのバニラさんのパーソナルな部分に迫らせていただこうということで、うんうんうん、もうテーマトークをどんどんさせていただきます、はいはい、こちらにお題ございますので聞いていただきたいと思います、はい、じゃあこれでじゃじゃん。最近怒ったこと。あ、怒ったこと。あ、でもね、イラッとするときは結構一瞬で瞬間弱化式的な感じで、はい、でもまたスッて忘れるんですよ。え、なんだっけみたいななっちゃうけど、はい、でもなんか最近もあったの。え、でも怒ってるっちゃ怒ってるかも。毎日なんか怒るけど、まあ喜怒哀楽激しいのかな。でもそんな、うん、なんだろうな、なんだろう。最近、まあ、髪型とか決まんないだけで結構怒るんだけ ど、ね、怒るっていうか、まあ、注意してるっていうか、なんか、うん、なんか怒ってるように見えるって言われるから気をつけてる。でも最近、え、それは自分でセットしてて、人にセットしていただいてて、あ、してもらってセットしてもらって、結構セットしてもらうときはいいんですけど、はい、なんか、うん、なんか言ったんと違うとか思って、なんか写真とか見せても、なんか違うじゃん全然って思ったら、はい、結構私こだわり強いから、はい、いやここはこうでみたいな結構言うんですよ、はい、なんかそれが多分向こうからしたら怒ってるんだって思っちゃって、なんか私がなかなか満足することがないから、はい、なんか私のいないところで結構、え、バニちゃんどうやったら満足してくれるんだろうって、なんかそのヘアアメさん同士が相談し合ってたりとかするらしくて、なんか申し訳ないの、そこまで別に怒ってないし、そんな悩まなくていいし、別に私はなんかその通りにやってほしいなって、できるだけ、まあさ、完コピは無理かもしれなくても、まあなんか明らかにこう、ここを絶対結んでんのになんで結んでくれてないのとか、そういうのあるんですよ ね、私の中では。ん、え、ここ一回くるりんぱして結んでるよね、あれ、でもなんで結んでないのとかを普通に言ってるつもりなんだけど、なんかめっちゃ怒ってると思われてるから、はい、なんか言い方を最近ちょっと優しい目に言おうと思って努力してる。ちょっと優しめにこここうしてくださいみたいな、ちょっとお芝居してもらっていいですか？これちょっと写真と違うじゃないですか、ここはちゃんとくくってもらっていいですか？ちょっと判定してもらいましょう。判定しましょう。ちょっと怖いかな。大丈夫だった。優しいと。それは多分優しい。でもそこまで優しく言えないかも。結構、うん、なんか私もバスって言っちゃうからな。普段でもそれ言うから別に怒ってわけじゃないけど。やはり指示ってことですもんね。
要はね、うんうん、なんかそういう時だけは本当にいつも気難しい、なんかいつも怒ってる人だと思えてるって思うけど、これテーマと全然違うな、最近怒ったことだから怒ったこと、まあまあ、さっきの話に戻すと、結果そういう風に聞こえて、うん、L 周りが改善したいなって気持ちになりつつ、うん、言い過ぎたなとかちょっと言い方良くなかったのかなっていう、うん、なんかね改善点をこう見出そうってする結果いい人っていうことですそうなのかなそう後でめっちゃ反省する、あーなんかちょっと言い過ぎちゃったかなとか、あなんかこれ怒ってるようにまた捉えられちゃったかもなとか、なんか次会った時はいやこの間のすごいなんか仕上がり、なんかお家帰ってもう一回鏡で見たんだけどめっちゃ可愛かったからもう一回あれやってくださいみたいなは言ったりします。一応フォローしないとやばいと思って、多分この人はこの人で悩んでそうだなと思って、私のことで傷ついちゃってるかもと思って、うん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 、これ電波で言って大丈夫ですか？大丈夫です。なんでですか？ご本人がね聞かれてたらと、あ全然聞いてる方がいいかもしれないです、うん、こんだけね考えてますよ。そうですよ。続いてのテーマいきましょうか。はい、なんかでかいのじゃじゃん、あれ最近のコスメのマイブーム、なんか大きいから2行ぐらい書いたのかと思った、コスメのマイブームは、はい、でも私ティントがやっぱ好きでリップとか好きで、なんかいつもその韓国のなんかロム&ってやつ最近使ってて、でロム&もいいなと思ってたけど、なんか初心に戻ってなんか私意外となんか20歳とかの方が高級なブランド使ってたんですよ、はい、なんかすごいこだわってその頃はなんか高い方がいいんじゃないかみたいなもあって、はい、なんか久々にイブサンローランのリップとか買ってみて、はい、口紅、うん、なんかそれがね可愛くって、あ普通になんか外観とか、ね、パッケージとか、なんかあと中開けたら普通に中がなんか星になってて、なんて言うんだろう、外側はまあそのリップの赤色とかだったりするんだけど、中にラメの星とかになってて、その塗った時にラメと重なるようになってるみたいな、なんか可愛いみたいな、それなんか3本ぐらい集めたりしました、ね。まあ、出たのはちょっと前だと思うけど、まあ、なんかあんま流行りとか気にしてないから、はい、自分が気になった時に買っちゃうから、なんか今更勝手にハマってる。うん、ティント、うん、それはティントじゃなかった、普通にリップスティック的な、まあ、口紅いわゆる。でもなんかその昔でいう口紅とまた違って、なんか潤い成分みたいなのがすごいあって、はい、なんか透明感とかツヤツヤになる感じ、そんなベタって感じのなクレヨンみたいな感じじゃなくて、みずみずしい感じの仕上がりになるから、まあ、見た目はなんかティントとあんま変わんないかなみたいな、まあ、でもティントの方が本当は取れないからいいんだけ ど、 あなるほど で、 す、ね、でもなんかこのイブさん使ってるみたいな感じとか良くないですか、はい、あまあ、女の子しか分かんないかも、はい、もうハイブランドな、ね、なんか感じですよね、 ね、うんうんうん、だから使ってない人にそれねって聞いたとこで、はい、それ分かんないよなって思って男の人に言うのおかしいなって思ったけど、勉強不足ですね。でもなんかやっぱイブさんとか、まあ、シャネルとか使ってるだけでちょっと気分上がるみたいなところありますよね。確かにね、あとその高級だったりとか、あと韓国コスメとかもなんか結構可愛いですもんね、うんうん、外観っていうか、可愛い、まあ、プチプラって感じの見た目だけど可愛いし、まあ、安いからいろいろ試したくなるし、なるほどですね、安いと試しやすいですね、うん、そう試しやすい、失敗してもまあこの値段だしっかみたいな、選ぶ時って、うん、なんかまあちょっとテストでつけてみたりっていう、うんうんうん、やりますね、あの店頭で買う時はもちろん、あけど私結構ネットで買っちゃったりするから、うんうんうん、なんかさらにお得に買えたりとかするし、でなんかいっぺんにこう何本も買ってみたりとかして、はい、でまあ気に入らなくてもなんかちょっと色混ぜたりとかして使ったりもするから、なんか私わけわかんない使い方めっちゃするから、はい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 、前当時、レムとかのコスプレをした時にね、パレットだみたいなことをおっしゃってましたもんね、これとこれを混ぜてみたいな、うんうん、そうそう、なんかもう絵描いてるのと変わんない感じで、まあ化粧品って結局なんか同じような成分で作られてるから、なんかリップ一つでメイクする動画とか私見たことあるんですよ、はい、なんか
だから口紅だけでアイシャドウもチークも塗れちゃうみたいな。でも確かにそんなに原料変わんないから、顔料とかでできてるから、まあ確かに間違ってないなみたいな。チーク、まあ口紅でチーク代わりになったりするし、うん、なんか何でも使えるから面白いなと思って、あえてなんか固執しなくてもいいのかもみたいな、これはこうじゃないとダメとかはないなと思って。こ今気になってるものとかありますか？今気になってるもの、うん、気に新しいもの、でも気になったらすぐ買っちゃうからな。今なんかハリーのやつとかありますよね、あのなんかニードル入ってるやつのファンデーションの、なんていうの、ファンデーションっていうか粉じゃなくてクリーム状になってるやつで、なんかパカって開けてなんか本体をくるくるって回したら削って入れて出てくるみたいなやつで、でなんか細かいニードルが一応入ってて、それをなんかまあ肌に刺激して肌綺麗になるみたいな、なんか水光注射みたいな感じってやってるけど、全然痛くはなくて全然ピリピリもないし、本当に針入ってんのって感じだけど、まあなんかでもうんいい感じはするいい感じ。メイク道具もなんかこう美容の、そうなんか入ってきてるんですよ。針もねよくわかんないけど、一石二鳥でねいいかもしれないですね。これで寒さ対策、寒い時のおしゃれ。おお、これ季節ですね。寒い時はなかなかおしゃれしにくかったりとかね、するかもしれないです。私でもね結構昔から、はい、学生時代から超ミニスカート派だったから結構ミニスカートの女の子ってなんか普通の人よりもなんか寒さに強いらしくて、足を常にさらしてる状態だから、そうですなんか昔実験やってるテレビ見たことあって、はい、まだ強い方ではあるけど、まあ、足とかはいいんだけど、まあね上半身とかやっぱ寒かったりするから、ヒートテックもちろん着たりとか、でもなんかあんま着ぶくれしたくないから私、あんまり着たくはないんだけど、だから昔はダウンとか着るのも嫌いで、昔のダウンって結構ゴワゴワボコボコしてたから、なんか最近のちょっともうちょっとねスタイリッシュな感じで、ウエストはちゃんとくびれてるスタイルのやつとかもあるから、まあ良くなったけど、あとねなんか足は強い方だけどそれでもやっぱ寒いなって時は、最近できたやつで、まあちょっと前、2、3年前ぐらいにできたやつかな、なんか裏肝のなんかあのタイツみたいな、なんかあの普通に見たら黒いストッキング履いてるようにしか見えないんだけど、実は裏肝になっててめっちゃ分厚いんだけど、でもすごい着圧だから太くも見えないし、それすごいですね。そうめっちゃあったかいみたいなやつがあるんですよ。でも普通に黒いストッキング履いてるだけにしか見えないみたいな、そう肌色の裏肝がついてるから。あなるほどですね、それとかは結構ね本当に極寒な時とかは使うかなって感じ。極寒ってどのくらいから言うんですか？雪が降りましたとか、でも、まあ、雪降ったら寒そうだけど、なかなかあんま雪降らないからこっちだと、私ねあのねあのカウントダウンの時に年末の、あの USJ 行ったことあって、あれはめちゃくちゃ極寒で、あの海近いじゃないですか。で風吹いたらもうすごい潮風で、もう夜中とか、あれカウントダウンだからずっと夜中中やってて、もう夜中2時とかになってくるともう寒すぎて、でなんかその乗り物乗るのに待つ時外とかじゃないですか、まあ、中に入るまでの間外じゃないですか、あれを何時間も潮風浴びながらみたいなのが結構きつくて、もうなんかそういう時はもうちょっと防寒しとけばよかったな。そこまで寒いと思ってなくて行っちゃったから、もし次参加する時があったら、もう本当にヒートテックさっき言った感じの3枚ぐらい着てとかすると思う。その時でも多分2枚は着たような気がする。そういえばでも極暖3枚重ねぐらいじゃないと無理かも。でニットでからのあれダウン着て、でさっきの裏肝のタイツ履いて、さらに靴下2枚ぐらい履いてとかじゃないと無理だったもん私は。本当に基本的にはまあ体のラインは気にするよという感じですか、ね、そうです。絶対、まあ、くびれのラインはね絶対作るようにしてますね。頑張ってありがとうございますでは続いてのはいお願いします。じゃあこれ
毎月美容にかける金額。これ結構皆さん気になるんじゃないですか。うん、でもこれ実は YouTube でやってるんですよね、最初の方に。はい、まあその時の金額で言うと、まあ200万とか300万とか、はい、まあそれぐらいはやってましたね。最近はでもそこまでやってないかも。その頃はね、なんか何が高かったかっていうと、はい、なんかみんなそんな毎月整形するのって思うかもだけど、じゃなくて、あの注射系、なんか脂肪溶解注射とか、なんかまあヒアルロン酸とかボトックス、まあ、あれは毎月じゃないか、でもそういう注入系でも結構数万とかいくから、私の場合その脂肪溶解注射1本1万円するやつとかを毎月2回ぐらい100本ずつとか打ってて、でもなんかその時は結構細くなってたんだけど、はい、やめたらなんかまた太ってきたからなんかやっぱ脂肪吸引にしようかなと思って、まあ、脂肪吸引用に貯めといた方がいいかなって思って、前ほどはだからそんなバンバン注射やってないかも、ちょっと異常にやってたかもしれない、今思えば。その頃はアンバニアさんが今 YouTube されてた、され始めた時だから3年とか、うんうんうん、3年前とか、だって注射100本並んでるんですよ、トレーにこうちゃって。それはもうなんかすごい見た目ですよね。すごい見た目バットみたいなやつに入ってて、はい、いきますよ。 100本何分ぐらいでやるんですか。いや結構早いから意外とそう、え、プス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 ってやっていくから、はい、もうそんななんか他の手術とかもして、うんうん、そこに滞在してた時間でも3時間ぐらいかな、3、4時間ぐらい滞在してたかも、まあ、レーザーとかも含め、はいはいはい、点滴とかも含め、なんかまあ点滴しながらレーザーしたりとかしてたかな、時間省くために。あ、なるほどですね。そう、水耕注射してとか。今現在のバニラさんは、うん、そのレギュラーメニューというか、うんうん、そういうものは何かありますか。なんかね、最近はまあ絶対そう、髪の毛は月1回、髪質改善のトリートメントをやってて、普通のトリートメントじゃなくて、はい、もう袖だけで 2,3 時間ぐらいかかるやつ、それがね結構気に入ってて、めっちゃサラサラになるし、だからね、毎月ってほんとそんな感じになってきた。あとレーザーでピコトーニング と、はい、ハイドロフェイシャルを、交代交代に毎月やってるって感じかな。なんかあんまりやりすぎても多分良くないかもって思って、なんかね、あんま、だからハイドロとかも肝斑とかには良くないらしいから、私なんか今後だから、なんかシミと多分肝斑が混ざってるから、あんま擦ると肝斑は良くないし、なんかレーザーとかもシミのとこに当たればいいけど、肝斑に当たったら余計黒くなるとかあるから、結構なんか避けたりしなきゃいけなくて、範囲できる範囲少なかったりとか、なんか頬の高い位置はちょっと避けてもらったりとか、あと私おでこに人工骨入ってるから、なんかそういうレーザー系のやつとかでも、なんか電磁波みたいなのが結構キーンってきたりするんですよ。私チタンでなんかネジで止めてるみたいな感じで、多分それに響いちゃって、なんか脳みそまでキーンってくるから怖くて、なんかおでこも外してもらったりとかすると、なんか顔の半分ぐらいしか多分当ててもらってなくて、なんか鼻、小鼻のなんかケアとかを中心にやったりとか、小鼻黒ずみとか嫌だから、なんかそういうのかな最近は。まあピーリングとか、そのピコレーザーもハイドロもそうだけど、ハイドラフェイシャルとかは毛穴洗浄だから、そういうので結構、でもね、やった後ね、その使った水みたいな溶液見せてくれるんだけど、すごい汚れ取れてて、こんなにみたいな、びっくりする。定期的にやっててもそのぐらい、水が汚れるみたいな感じなんですね。だからやってない人やったらびっくりするかもしれない。僕はまあ真っ黒でしょうね。メイクしてないからどうだろう。やっぱメイクの残りとかが
なんか取り切れてなかったりとかするみたい。自分の洗顔だとなかなか。メイク落としはとかなんかおすすめありますか、うん、メイク落とし、うん、いやおすすめは2種類ぐらいあって、うん、なんかうるおち使う時もあるし、うん、うるおちはでも結構こう擦って落とすんですよ、うん、あのコットンとかに湿らせて、はい、でまあでもそれ自体があのピえ化粧水、はい、化粧水とかでできてるからなんかあんまり刺激ないかなと思って、うん、まあ、こするのは刺激だからあんまり良くないんだけど、私結構目元とかがっつりメイクするからなんかそれぐらいゴシゴシやんないと取れなかったりとかで、でもあんまりゴシゴシしたくないなって、優しくしたいなって時はなんかデュオってやつ使ってて、なんかクレンジングバームみたいなやつで、なんか固形のタイプなんだけど、なんかあのすくってでスプーンみたいなやつついてて、はい、でそれを手の上でこうなんかくるくるしてたら混ぜてたらなんか液体みたいに溶けるんですよ。なんか人肌で溶けるみたいな、で柔らかくなってそのままなんか顔に塗り込むみたいな、うん、なんか不思議なやつで固形から水分になるみたいな感じの、それもいい、こすらなくていいからね。そう、いいね、それは結構あんまこすらなくて、目元だけちょっと潤し使って、はい、顔全体でを使ってとかやる時もあるかな。はいはいはい、うん、使い分けてらっしゃると。そう、まあインスタでそういうのも載せてますはい、そんな感じでインスタ要チェック、はい、要チェック次がラストぐらいですかね。どうしようかな、何があるんだろう。旬の食べ物。あ、旬の食べ物、旬の食べ物、11月ですけれども、そろそろ食べたいものいっぱいあるな。上海ガニは食べたいし、はい、フグ食べたいし、はい、カニは食べたな。カニは食べた、うん、お寿司屋さんで食べたかも。でも行きたい店はあります。お、うん、皆さんねご存知の通りもうグルメなバニラさんですからね。うん、やばいですよね。なんかそのせいでちょっと太っちゃってるからでも食べるのやっぱ楽しいからね。そうですよね、楽しい、うんうんうん、ご飯大好き、美味しいもの大好き、やっぱ幸せになれるから、ね、そうですね。お料理は最近されてるんですか。ね、はい、マドレーヌ作りました。あ、お得意のお菓子ですねお菓子作りは得意普通のご飯は作ったことないから、パスタとかはめっちゃ得意だけど、うん、めっちゃ美味しいたらこパスタ作れるようになって、自分で驚いてる。何ですかそれはでもインスタで見つけたレシピ真似しただけなんだけど、はい、めっちゃ簡単なのに、うん、マジであのお店で出てくるみたいな味になって、うん、簡単。どうやって作るんですか。どうだっけな、普通にまあ茹でて麺は、はいはい、であのたらこを、はい、まあ、私は1個丸々ぐらい使おうかな、生のやつを、うん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 、最初バターで、あ、バターを最初フライパンで溶かして、うんうん、でたらこを入れる前になんだっけ、日本酒とだしかなを入れて、はい、なんかみりんとかも入れたかな、なんかそういう系、なんかいろいろ調味料入れて和風な感じの、うんうんうん、そうそうそう、でたらこ入れて、でなんかソース作る感じで、はいはいはい、で結構まあ水分あるじゃないですか、はい、だけど、あ、だから逆にパスタを茹で時間を1分ぐらい早めて、はい、もう揚げちゃって、でもう一回そのフライパンの味付けの中でなんか茹でてる感じでわかんない、そこでまあちょうど良くなるから、あんま茹で最初に茹でちゃうとなんか麺が伸びちゃうから、そんな感じで作ったらめっちゃ美味しかった、なるほどですね。たらことか好きな、たらこめっちゃ好きなんですよね。でも私生のやつよりもチンしたたらこ好きだから、なんかそういうの好きなんです。本当美味しい、めっちゃ美味しい、たらこ毎日食べたい。でおにぎりコンビニで買うとき、はい、焼きたらが一番好き。あ、僕も割と好きです ね、 ね、焼きたら美味しい、美味しいです ね、 ね、うん、でも旬の食べ物ということで秋の味覚は食べましたか。秋の味覚は、うん、なんか食べた気がする。どこで食べたの。でも松茸とか食べた気がする。旬の食べ物
むのってなんだっけ、まあ、タケノコとか、それこそそうですね、タケノコとか、も食べたか、松茸とかサンマとか、あ、サンマそうなんじゃないですか。あと果物とかもね、柿とか例えば、なんかいろいろありますけど、なんかフレンチ出てきた気がする、この間。株は違う、いや分かんないです。株も旬にしときましょう今日は。うん、なんか、はい、一品でこう株のやつが出てきて、だから旬なのかなって思った。絶対旬ですねそれ。フレンチで多分そう、年に4回メニュー変わるって言ってたから多分旬かな。あ、じゃあ確実にそうですね。めっちゃ美味しかった、もう素材の味そのまま生かしてる系の、なんか4時間煮込んでみたいなやつも、カブってこんな美味しいのみたいな。元からカブ好きなんだけど。ああ、そうなんですね。多分野菜の中で一番好きぐらい好き、カブ。カブめっちゃ美味しい。なかなかレアですね。そうなの。結構毎日食べてるんだけど。そうですか。カブめっちゃ美味しい。カブはまあもちろんあの白いところっていうか、あとあと葉っぱとかもありますけど、白いところ好きです。白いところの、まあ、できたら浅漬けが一番好きかな。浅漬け和食な感じですか？あ、和も好きかも。なんか何、あの薄切りにしてるやつなんだっけ、千枚切り、はい、だっけ、はい、株のあれとかも好き。なんかあの、薄く切ってんのなんかいいよね。なんか食感が好きかな。あ、なるほどですね、結構食感重視ですか？たらこも割と食感っちゃ食感じゃないですか？たらこ食感、あ、でも食感もあるかも。なんかあの端っこが好きだもん。皮の、はい、そうそう、両端のところ、あの生で食べるときは特に両端が好き、あのブチっていく感じが好き、はい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 、ちょっと硬くなってるから、パスタにするとき皮は入れる感じですか、入れない？え、入れる、もちろん。そのままそのまま一匹、あ、一、はい、匹、これ一つ、あれなんていうんですかね、一匹っちゃ言わないですよね。まあ、一袋とか一房とか言ってる。一袋さ、バンって投げて切らずに何も、はい、そのまま丸ごとフライパンにポンって入れて、ね、別にあの混ぜながらこう潰れていくから、普通にそんな感じで適当にバババってやった。B 型って感じ。でも美味しくできれば何でもいいから。そういうことですよね、結果ね。いや、まあね、旬の食べ物たくさん食べられてるようで、いや、まだね、これから食べたやつがいっぱい。はい、いかがでしたか。以上バニトークでした。バニラジ、お別れのお時間です。久々の収録でしたね。ね、どうでしたか久々の収録。なんかどうやって喋ってたかちょっと忘れちゃった。なんかいつもと違う気がして大丈夫かなって今思って。あ、でも普段通りじゃないですか。フリートーク結構面白いですね。フリートーク結構面白いなっていう。本当に、はい、私フリートーク得意かも。なんかセリフを一字一句間違えないように暗記して言えって言われるよりも、はい、フリートークの方が永遠とできる感じ。なるほどなるほど。フリートークちょっとバニートークの方は続けていきましょうか。はい、ありがとうございます。ということで、バニラジへのお便りは番組のページにあるメールフォームから送ってね。ニコニコ動画 YouTube からご覧の方はラジトモページからお送りください。バニラジは毎月第4月曜日に更新です。次回は12月27日にお会いしましょう。それではオルボワール。美の神バニラ様の魅力アップラジオ、バニラジ。この番組はラジ友の提供でお送りしました。